二階堂さん、いつも申し上げてると思いますが、ここは教員用の駐車場です。ああ、久しぶりだね、浜田先生。どうだい、私の息子、今度はグランプリ取れそうかい？この学校には二階堂という名字の生徒はいなかったはずです。言っときますが、いくら給付金を積まれましても賞を取れるかどうかは本人の実力次第ですから。それを聞いて安心したよ。え？君のように熱心な教師がいる限り、今後もこの学園をバックアップさせてもらう。失礼なことを申し上げてすいませんでした。賞まではまだ時間がありそうだ。校長にも一言挨拶してくるかな。苦手なんだけどね、あの人。ご一緒いたしましょうか。浜田先生、また綺麗になったんじゃないか？もうからかうのはやめてください。絶対別れてやる、あんな男。おお、やっと決心したか。だってさ、2ヶ月も放置よ。私のこと何だと思ってるのよ。そりゃ鬱陶しいと思ってんじゃないの。でもさ、あんたがジュニアの学祭見に来るなんて、どういう風の吹き回し？いろいろあってさ、反省してるんだ。ユキノ、あ、ユキノじゃないか。珍しいな。長一さん。小瀬さん、久しぶりだね。はあ、もう会うの何ヶ月ぶりだと思ってるのよ。そう怒るな、シワが増えるぞ。意地悪。お邪魔なようなので。今夜行くよ。本当？わーいわーい。別れるんじゃなかったんかい。あーい、締めまた、イエーイ。ミカコも来るんだね。当たり前じゃん、去年も来たぜ。確かあんたコレクションの追い込みじゃなかったっけ？そうだよ。でもさ、矢沢君のショーを見ると初心に帰れるんだ。だからさ、なんかいつも来ちゃう。そっか。うん、あの頃ってさ、何するにも全力投球で、ちっちゃいことで悩んだり辛いことも多かったはずなのに、思い返すと楽しいことばっかでさ。そうだね、なんていうか、あの頃のまっすぐでひたむきな気持ち忘れたくないよね。うん。舞台の袖で出番を待つ間、ジョージがずっと手を握っていてくれた。順番が一つ近づくたびに、ジョージの指先に力がこもった。そのうち手を握ってあげているのは私のような気がしてきた。誰かのためじゃなく、自分のために強くならなきゃって思ったのは、ジョージと出会ったからだ。でも今は違う。ジョージのために、仲間のために、もっと強くなりたいんだ。大丈夫、任せて。この会場の全ての人を私がパラダイスに連れていく。
ひろゆき君、君も高嶺の花に惚れたもんだね。早坂、よかったな。いいぞ、ゆかり、転ぶんじゃねえぞ。ライン、素敵、超綺麗だよ。キャリー、頑張って。舞台の袖でジョージが待ってる。ジョージ、頑張れ、ゆかり。よっしゃ、もらったぜ、グランプリ。やらない。ジョージ、ありがとう。最高の気分だ。乾杯すっぞ。待って。え、これって何よ。ファッションショーの成功を祝うパーティー。だってグランプリ取れなかったじゃん。もう、あんたたち悔しくないの？ちょっとはへこんでよ。それはもちろん残念だけど。んなこと言ったって、取れなかったもんはしょうがねえだろ。でもさ、おかしいよ。美和子たちのドレスが一番素敵だったもん。まあな、要するに客がバカなんだよ。落ち着いて、キャリー。確かに1位は逃したけど、2位は取れたじゃない。しかもたったの5票差よ。余計に悔しい。悔しくて今夜は寝られないよ。どの道今夜は寝かせないさ。よし、ゆかりも納得したようだし、パーティーは始めるぞ。おう。お疲れ様でした。乾杯。乾杯。みんな本当に頑張ったわね。素敵なショーだったわ。しかしさ、あのヘアメイクはやりすぎだよな。うん、美和子、手の泡に落ちないかって心配しちゃった。すまなかったな。あのモヒカンの杉田、俺たちの見て泣いてたらしいぜ。そうか、でもあいつのもすごかったな。めっちゃワイルドだったよね。血出てたもんな。やだわ、そういうの。すまなかったな。羨ましいな。みんなすごくいい顔してる。でも私はやっぱりグランプリが欲しかった。1位を取って優越感に浸りたかった。おい、ゆかり、大丈夫か？くだらない。え、どうかしたのか？ん？
ここどこ？俺の部屋だよ。お前大丈夫か？うん。ああ11時やば、帰らなきゃ。おい、慰めてくれるんじゃなかったのか。朝お母さんと喧嘩しちゃってさ、早く帰らないとまた雷が落ちるよ。ああそれにしてもやっぱり悔しい。グランプリ取ればお母さんのこと見返せたかもしれないんだ。なんでお前のお袋のために俺のグランプリが必要なんだ。ジョージは悔しくないの？今回のドレスは俺個人の出品作品で、パラキスの商品じゃない。え？たとえグランプリが取れたとしても、賞状に乗るのは俺の名前だけだし、特待生として留学の資格がもらえるのも俺だけだった。みんなには何のメリットもないんだ。それなのに、あの一着のドレスに愛情と労力を注ぎ込んでくれた。美和子が打ち上げの時、ドレスのことを美和子たちのドレスって言ってただろ？うん。美和子たちのドレスが一番素敵だったって。客がバカだって言いたくもなるさ。グランプリが取れなかったのは俺の実力不足のせいだ。あいつらには何の落ち度もない。だからあいつらの前で不満を言うのはやめてくれないか。不満なら俺に言え。ごめんなさい。泣くな。俺はお前にも感謝してるんだ。私、お母さんと同じだ。一番とか一流にこだわって、自分の思い通りにならないと文句ばっかり言って。俺は、そこまで一番に執着できるお前が羨ましいけどな。え、何？それ。俺は結局、自己満足でしか服が作れないんだ。それでダメなのは分かってるんだけどさ。帰るんだったな。送るよ。泊まります。でもお母さん、約束は約束だもん。ごめん。はい。香り？いやごめん、本当に見に来てくれたんだね。今どこ？わかった、すぐ行くよ。え、待って。うん？浮気者、こんな夜更けに女連れ込んでさ、如月先生に言ってやろう。今夜は俺のおごりだな。お取り込み中みたいだから、また今度にしよっか。今度ってお前いつ帰るんだ？明日。ほんじゃね。おい待て。私帰ります。え、続きは香りとやれば。ごめん、送るよ。香りは同級生で、今はロンドンに留学中なんだ。学祭のショーを見るために一時帰国してる。別に聞いてないけど。ただの友達だよ。うちの学校はさ、入試は簡単だし、金さえ払えば広きもんだから遊びに来てるようなやつも多いんだ。だけど地方から上京して生活のために働きながら頑張ってる時代錯誤の苦学生みたいなのもたまにはいてさ、香りはその典型。面白そうだから射程距離まで近づいてみた。でもさ、あいつ全然なびかなかった。からかう隙もなかった。毎日寝る時間削って服作って、なんか夢に向かってまっしぐらでさ。2年になったらフェスティバルでグランプリ取って絶対特待生の資格を取る。小泉ジョージ、あんたみたいなバカボンには死んでも負けないからね。なびくどころか敵視された。1年後に宣言通り留学決めてさ、なんてかっこいい女だろうって思ったよ。どうすか、コーヒーおかわりし放題っすよ。じゃあ大盛りで。よし、サンキュー。おやすみ。あ
常時。ゆかり！ごめんなさい。でも顔はやめて。私これでもモデルの卵なんだ。撃たれて困るなら私を怒らせないで。所詮卵は卵か。お姉ちゃん大丈夫？うん、ごめんね。残念だったね、グランプリ。ああ。でもあのヘアメイクは凝りすぎだよ。私は三つ編みの構造が気になって気になって。よくあんな綺麗な子見つけたね。体型顔立ちはもちろん、鎖骨のラインから足の甲の高さまで完璧で、俺を翻弄するためにあの性格と容姿を持ってこの世に生を受けたんじゃないかって思うくらいだよ。あんたのために他人が生まれてきたと考えるのはちと尊大なんじゃない？でもさ、世の中に一人ぐらいそう思える相手がいるのも悪くないだろ。で、そっちはどうなんだ？うん、ロンドン楽しいよ。いろんな国の人がいるし、発想とかも自由だし。ジョージも来なよ、絶対君向きだよ。さっき一緒にいたのショーでモデルやった子でしょ？よくわかるな。また手紙書くね。ああ。ロンドンにおいで。そしたらいっぱい構ってあげるから。つうかさ、ジョージのやつは？本日も携帯つながりません。何やってんだよ、授賞式の賞忘れてんのか？ヘアメイクどうしましょう。そうだ、誠治さんに頼んでみよう。ああ、僕なら構わないよ。今そっちに向かってるところだし。本当？ありがとう誠治さん、大好き。でも小泉君も一緒だから彼に頼んだ方がいいんじゃないかな。ん？おい、どうしたんだその顔。そりゃキラキラ星の方とは作りが違いますからね。腫れてるぞ左頬。え？髪を下ろしとけば目立たないか。ああ、まだ引いてないんだ。かなり強烈だったから。お前のお袋か。さすがの俺でも殺意が。ああ、下地クリーム出しすぎた。二人ともこっち向いて見て。はい、そのままで。いやー、皆さん素敵、興奮しちゃうわ。ガチャその日授賞式の後に撮った写真を思いっきり目立つようにリビングのテーブルの上に置いて寝た。次の日学校から帰ると写真は立派な額に入れられて飾られていた。モデルのギャラが入ったらお母さんにアクセサリー買ってあげようかな。そう、心が明るくなるようなキラキラしたやつ。